君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。無限に広がる大宇宙、そこに存在するあらゆるものの性質を触ることなく当てられる方程式がある。時に今から100年前、式の名前は波動方程式。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は100年前からアイデアはあった量子力学における波動方程式が今熱い件について、義歌大情報メディア基盤センター准教授伊香端康博先生に聞きます。伊香端先生、お名前がですね、僕初めて伺う伊香端第1号なんですけれども、50に、八幡の旗と言いますかね。そうですね、はい。とっても僕としては珍しい名前ですけれども、伊香端先生はもう人生ずっと伊香端先生なんですよね。そうですね、はい。私 の、 その実家の周辺に数軒が伊香端生 の、 家がありまして、あと、読み方何通りかありますよね。磯畑ですとか、そう読めますよね。ますので、非常に伊香端とは初対面の方には、読みにくいところはありますが、はい。ね、磯畑さんって呼んじゃいそうですけれども、あ、はい、そう読む方もいらっしゃいますね、はい。伊香端先生ですのでよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。そんな伊香端先生に今日教えていただくのがですね、波動方程式のお話ということなんですが、なんか波動法に似ててすごく興味深いんですけれども、波動方程式っていうのは昔からあるんですか？はい、私の研究に関わるところは、この量子力学における波動方程式というもので、はい、今から100年ほど前にその物理学者の、シュレディンガーという、物理学者によって提案された電子の運動が波動方程式というもので記述されるんですが、そちらの方程式になります。波動方程式にもいろいろある、分野によっていろいろあるってことですか？そうですね、この量子力学でない普通の波の性質を記述するような、波動方程式ですと、これはもうそれよりさらに昔から、知られていたというところなのですが、はい、この私の研究で対象とするところが、この量子力学の波動方程式ということになります。そのじゃあ今日は量子力学における波動方程式のお話ということですね。はい、これがどういう方程式かと言いますと、私の分野では、この例えば分子とか原子とかいった非常に、大きさの小さい世界を対象としていまして、はい、その中に含まれるその電子の波動方程式を解きます。でこれもまた非常に難しい話になるかもしれないんですが、その電子というものが、そうですね、電子が粒子、粒としての性質を示すこともあれば、波としての性質も示すことがあるということで、その波としての性質を、明らかにするような方程式がここでいう、波動方程式になります。そうするとどういうことが分かってくるんですか？そうですね、例えばその電子が、どのくらいのエネルギー、高さのエネルギーを持っているかということが分かります、うん。でもう少しその実用的身近なところで言いますと、はい、例えば、色素があったとして、色素というのはその少し成分として含まれていると、何か赤とか青とか色として見えるわけですね、うんうん。でそれは、その色素に含まれる分子が、光の一部を吸収して、うん、でその光の吸収されなかった部分が反射されて、色として見えているといったものになります。でそのどのような、波長、これ言い換えるとそのエネルギーが波長ごとに違うんですけど、どのような、エネルギーの光なら吸収するかというのがこの波動方程式を解くと分かるといったようなことが一例としてあります。見れば分かるっていうのが色ですけれども、その物質の性質が方程式で分かると、それが発する色が分かるってことなんですね。はい、
今のケースですとその光を吸収してその吸収されなかったものがその色として見えるということなんですが、うん、まあ、似た例としてその LED のようにその分子自体が光を出すといったような場合にどういった色の光を出すか、赤なのか緑なのか青なのか、そういった場合もこの波動方程式から、これを解くことによってまあ予測することができるといったものになります。100年近く前から波動方程式を使ってあの研究というのは行われていたんですか？そうですね、この方程式です と、うん、非常に簡単な場合ですと実はその学部生の例えば物理学科や化学科の、学生が、手で解いたりするような課題にもなるんですが、うん、こういった複雑な分子ですとかそういったものの波動方程式というのは非常に解くことが困難で、うん、この方程式が提案された当時は、解くことは不可能ではないかというふうに言われていました。解くことは不可能な方程式が存在してたんですね。はい、そうですね。でそちらが、はい、ただ今日ではコンピューターが非常に発展しまして、はい、その解くことが不可能と思われてた方程式がだんだん、解けるようになってきたという歴史があります。コンピューターを使って？そうですね、はい、だんだん解けるようにはなってはきたんですが、はい、厳密に何と言いますか精度よく答えを求めることはできなくて、うん、少し誤差があるんですけれども、まあ、先ほど言ったようなそのどういったような光を吸収するとかそういったものを予測するには、まあ、ある程度使えるだろうくらいの精度にはなってきたということになります。あ、方程式っていうからにはなんかこう汎用的な何にするにもその文字にパラメータを入れればこれだけで何でもいけるよっていうものではないんですか？そうですね、理想的にはやはりもうそれで解くことができるというんですが、うん、それを実際に解くことができる形にするために、うん、いろいろな、まあ、禁似といいますが、まあ、少しその精度をある程度妥協も入れることによって、うん、そうすることによって、コンピューターで解けるような、うん、式に変換することができて、まあ、実際それを解いているといった形になります。あ、100年前の波動方程式をそのコンピューターで解くためにちょっとこう変えてるわけなんですね。あ、はい、そうですね、はい、その変え方もまた専門分野の話なんですけど、いろいろあったりして、うん、まあ、研究テーマにもなるというところになります。あ、じゃあ今いろいろそういうのが出てるホットな分野なんですね。そうですね、はい、でこの方程式を解くこと自体は大学ですとか、はい、あるいは素材ですとか製薬の企業で行われていることでして、うん、でそれをできるだけ短い時間でできるだけいい精度で解くといったようなことの開発は、今でも、まあ、特にその大学の研究者中心に行われていると思います。うん、薬のお話も出ましたけれども、先ほどはね発色色の性質のお話がありましたけれども、他には物質の性質っていうとどういうところがこの波動方程式でいろいろ分かってきそうなんですか？例えば代表的なところで言います と、その物質が、電気を通すかどうか通さないか、あるいはその中間の半導体と言われる性質になるかですとか、うん、あるいはその磁石になるかどうかで、磁石になったとしてどれくらいの強さの磁石になるかといったようなことがこの予測対象の中には入ります。あ、波動方程式で分かるわけなんですね。そうですね、はい、すごい方程式だと思います。それ100年前に波動方程式っていうアイデアがあった時からそれぐらいのものがいろいろ分かってくるっていうようなことは分かってたんですか？そうですね、はい、提案されてから、数年後の論文で、この方程式を解くことによって、うん、物理や化学のほとんどの問題は、解くことができるだろうということはすでに言われていたんですね。で、うん、ただその当時は、ただ、そのような方程式を解こうとしても解くことができないだろうというふうに言われていたんですが、うんうん、コンピューターの発達によって解くことができるようになってきたというような段階ですね。でも100年前って言ってもたかが100年前ですから、言ってみれば昭和が始まるぐらいの頃じゃないですか、今から遡れば。そうですね、その頃からしたら100年後は解け始めてるんだよって聞いたら当時の研究者はワクワクするでしょうね。そうですね、本当にこれだけ発達するというふうにも予想はされてなかったんではないかなというふうにも思います。驚かれると思います。でワクワクした時代に我々は生きているわけなんですけれども、実際この波動方程式を使ってそれこそ新しい薬ですとかもう開発されている時代なんですか？
そうですね、例えば製薬企業でいろいろなその薬の候補となるような分子があると思うんですけど、その中で、実際に、実験ですとかあるいは臨床試験を行う前にいろいろとその計算を行って、例えばこういう分子を作れば、その病原体となるような、ものに効くであろうということをあらかじめ予測して候補を絞り込むことができるんですね。そういった時にこういう計算が行われています。じゃあ研究の補助的なものとして今役立っているっていうような段階ですね。そうですね、はい。でもまだまだこれからっていう感じの分野ですかね。そうですね、すでに ある程度その企業でも使われていると思いますが、はい、これからまだまだ発展していく余地があると思っています。いや、波動方程式っていう名前自体僕は初めて伺ったんですけれども、でもそんなに今注目されているものとは思いませんでしたけれども、じゃあそうやって100年前から憧れだったそのこの方程式を使えばいろんなものの性質が分かるんだよっていうことでコンピューターでじゃあやろうって言って研究を始められた皆さんなんかもうなんか今その分野では神様みたいな扱いじゃないですか。そうですね、はい、この分野の初期の頃にこの波動方程式を実際 の, その分子ですとか物質の問題に適用したという先生方はそうですね、教科書に名前が載っていたりするような、著名な先生になっていたりもしますね。それが何年ぐらい前なんですか。そうですね、徐々にそのコンピューターの発達とともに分野が形成されてきたと思いますが、1990年代にこの波動方程式をその解くことによる業績でノーベル化学賞が授与されていまして、はい、ちょうどその頃がかなり、その研究者の間でもこの分野が認知されてきた段階なのかなというふうに思います。日本でも研究者多いんですか。そうですね、はい、日本でもこの方程式を、解き方ですとかあるいは、実際に解いて役立てようとする研究というのは、かなり盛んに行われてきたと思います。そして伊香端先生もその研究をやってらっしゃるんですよね。そうですね、はい、私もこのような分野で研究の興味を持って続けております。先生の研究としてはこの波動方程式をどういうアプローチで研究対象としてるんですか。そうですね、この波動方程式を実際コンピューターで解くやり方も何通りかあるんですが、その中の一つに着目して、それをさらに改良してより短い時間で良い精度で解くことができるかどうかということを研究するですとか、あるいは、企業ですとかあるいはその大学の他の実験をされている先生から何か新しいものを作ったんだけど、それが、なんでなんか面白い性質を占めるかわからないのでちょっとミクロなスケールから仕組みを解明してほしいと言われることもありまして、でその時は私が計算を行って、こういうふうなメカニズムに、なっていると思われますというふうに、共同研究をしたりすることもあります。波動方程式を使うわけですか。そうですね、はい、コンピューターを使ってそれを解いているということになります。解けるんですか。まあ、そうですね、その結論を、見出すのに十分な程度の精度で解くということになります。厳密には解いていないのでその解いた結果に対して本当にそうなのかというの、うん、疑問は常に起こるわけですよね。ですので、その場合にはその実験をされる先生とのコミュニケーションをとって、この実験の結果とこの計算の結果は、整合性がある矛盾しないですよね、うん、ですとか、そういったところを確認することによって、この計算は正しいだろうというふうに判断しています。はい、今先生の、ね、お部屋でお話を伺っているんですけれども、壁がホワイトボードになってまして、そこにバーって式がいろいろ書いてあって、テレビドラマのガリレオみたいな感じになっているんですけれどもこれは波動方程式系の計算ですか。はい、関連するところですね、正確に言います と、これホワイトボードに書いてあるところなんですが、この丸一と書いてあるところがあって、はい、これ何かと言いますと波動方程式をどれだけ厳密に解くかということを表しています。で、右上に行くほど、厳密に近い精度になると、ただ非常に計算に時間がかかります。で、左下は、すぐに計算終わるんですけどちょっとあんまり精度が良くないというものですの で、この左下の計算をまず初めに行って、でそこから右上の結果を、人工知能の技術を使って予測できないかというような研究のお話になります。コンピューターの進化とともに今話題の人工知能的なアプローチでもこの波動方程式を精度よくしかも短い時間で計算したいなと。
そうですね、はい、あの人工知能の技術は本当にいろんな分野で使われていると思うんですが、うん、はい、あの私たちの分野のところでもかなり注目されていまして、あのそうですね、1回あたりの計算時間が例えば数日ですとか数週間かかるケースもありますので、そういったものが一瞬で答えが出てくるといったようなところはかなり、まあ、そういった技術を開発することは重要なのかなと思っています。まあ、あの最近よく聞く人工知能というとこうビッグデータを学習しておいてで計算に役立てるというような感じですか。そうですね、ですのでまず、なるべく良い精度で時間のかかる計算をたくさんあらかじめ行っておいて、うんうん、まあ、その結果をまあ機械学習ですね、まずコンピューターに学習してもらって、うん、そういった計算をしなくても、結果だけ得られるといったような技術の開発を目指しています。結構進んでますかその辺の研究。そうですね、実際あの同じような研究をされている先生方もいらっしゃいますし、うん、あと非常に興味深いのはこういった技術 あの非常に基礎的な技術だと思うんですが、はい、AI の企業ですよね、うん、例えば Google とか Microsoft といった会社もこういったあたりのことにあの最近では取り組むようになっています。ああなるほど、じゃあその辺のこう人材と財力を生かして間もなくその辺もブレイクスルーがあるかなという感じですね。そうですね、はい、で実際にこの機械学習で、うん、あの効率よく人工知能技術を使って、結果を得るというような方法は一部実用化がすでにあの進んでいるというところですね。これからまだまだ進んでいく段階かなと思います。そうなりますと先ほどおっしゃっていただいたような電気の流れやすさとかあの病気に対する新しい治療薬っていうのを研究するまた見つけていくっていうのがちょっと革命が起きそうですね。そうですね、本当にあのコンピューター主体で、そういうものを候補を見つけて、うん、そして実験の、試行錯誤というものを最小限にすることができる時代が来るのかなというふうに期待しています。うん、ただその100年前の先人たちも悩んだ計算がとっても大変で時間がかかる100年前はもう不可能と諦めていたのが今コンピューターを使ってさらに人工知能的なアプローチもしてどんどん時間が短くなって現実的なものになってきてるっていう段階だってことですね。はい、ちょうど、その進歩を我々は体験している段階だなというふうにも思います。はい、さらに、伊香端先生たちの、若き研究者たちの力によってですね、またいろんなアプローチでどんどん精度も上がって時間も短くなっていくというようなところの現場だということですね。はい、ということで情報メディア基盤センター伊香端先生の研究を紹介してもらいました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。天白の今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。これ今日から使ってほしい医科大業界用語のコーナー。義科大に取材に行くともう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう。謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使ってほしい義科大業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました伊香端先生の業界用語は第一原理計算。第一原理計算は原子、分子やこれらの集合体を対象として量子力学における波動方程式を解く計算のことです。新しい薬や材料を設計するために大学や企業でこの計算が行われています。2024年人類は経験したことのない気温上昇と戦っていた。熱中症は東三河のような自然豊かな地域にさえ牙を剥いた。次週4月27日の天白の城は
東三河の各消防本部が過去13年間記録する救急車が運んだ熱中症患者のデータを解析、人類を救う研究。義科大建築都市システム学系東海林孝之先生を訪ねますを楽しみに。